このクエスト、市民団体のデモを解散させる？ああ、そういやイーソンがお説教の時言ってたね。なんかそんな団体があるって。え？言ってたっけ？聞いてなかったの？あ、そういやネプギア、お説教の間ずっとブツブツつぶやいてたような。気のせい、気のせいだよ。それよりその市民団体のこと教えてほしいな。もうしょうがないな。よし、お姉ちゃんが教えてあげよう。なんかね、女神が国を治めるのをやめにして自分たちで規制を作ってどうこうしようみたいな団体が最近活動を始めたらしくて。あ、それなら知ってるかも。前にお仕事した時に両声が、確か規制上レイさんって人がリーダーなんだよね。そうなの？いや、実は私も話半分くらいで聞いてたからさ。確か私が聞いた時はまだ全然問題にもなってなかったと思うんだけど、クエストが発行されるくらいだから活動が活発になってるのかな。しかしとんでもない話だよね、女神なしでやっていこうなんて。でも実際私たちがしばらくお仕事しなくてもなんとかなってたくらいだし。分かってないな、ネプギアは。女神がいるっていう安心感、存在感こそが重要なんだよ。ちゃんとお仕事してるかどうかは二の次、どうでもいいの。どうでもは良くないと思うけど。でもそうだよね、女神の私が女神について疑問を感じたりしたらダメだよね。ごめんなさい。分かればいいって。それじゃあこのけしからん団体を蹴散らしに行くよ。ジャンプ！ジャンプ！
いていかなきゃ。あっ、ネプネプにしてやんよ。やあ、私もたまには活躍しておかないと。私の勝ちです。あの、これ読んでください。女神がいなくなるとこんなに素晴らしくなるってことが書いてまして。邪魔だよ、どけ。ごめんなさい、ごめんなさい。すみません、このビラを。私たちは女神ではなく正しい規制によって生きるべきで。そもそも今日は集会のはずだったのに、一人も参加者が来ないなんて。やっぱりダメなのかな。私なんかじゃ誰もついてきてくれないのかな。くじけちゃダメよ、私は正しいことをしてるんだもの。よし、今日は全部配り終わるまで帰らない。そう決めた。ここで市民団体がデモをしてるって聞いたんですけど。それはその予定だったんですけど。そんで一人でビラ配ってたんだ。とにかく苦情が来てますから、こんなことしちゃダメですよ。お名前伺ってもいいですか？はい、すみません。私は市民団体の代表をしてます、寄生城レイと申しまして。失礼ながらそちらは、見覚えが。まさか女神のネプテューヌ様に、女神候補生のネプギア様。お、さすが私。見ず知らずの一般人にもちゃんと知られてるよ。まあそこは女神なんだし。でも様付けで呼ばれるのって照れくさいな。私を見て逃げ出しちゃおうなんて、これって女神の意向ってやつかも。あの人が特別臆病なだけだったって気もするけど。でもあの人が代表ってことは、やっぱり市民団体って大したことないのかな。そうだね、きっとイースンが気にしすぎなだけなんだよ。私が頑張ってる？ただの人間なのに、何の力もないのに。ま、性格は今のお前と全く一緒だけどな。偶然見つけた時は笑っちまったぜ。性格も同じなのに頑張ってる。私はずっとうじうじしてただけなのに。本当にな、いい加減面白いことの一つでもやってくんねえと退屈でしょうがねえんだけど。あの、お願いがあるんですけど、いいですか？なんだよ。私の力ほとんど残ってませんけど、これ私に届けてもらえませんか？別に構わねえけど、なんでそんなことすんだよ。応援してあげたいから。ではおかしいでしょうか？ダメですか？やっぱりずうずうしいお願いでしたか。特別に頼まれてやってもいいぜ。ありがとうございます。せいぜい感謝しろよな。じゃ、ちょっくら行ってくる。はい、お願いします。私も、もう一度頑張ってみようかな。これはこれで面白くなりそうな気がするしな。さて、そろそろ帰ろっか、お姉ちゃん。うん、
これだけ仕事したらきっとインスンの機嫌も治ってるよね。ただいま。ただいま戻りました。おかえりなさいです。ネプネプ、イアちゃん。へえ、仕事に行ったってのは本当だったのね。明日は雪かしら。アイエフさん、コンパさん、もう戻ってたんですね。へえ、二人が私たちより先にいるなんて珍しい。珍しいも何も、あんたたちはほとんど教会に閉じこもりっぱなしだったでしょうが、私とコンパは毎日ちゃんと仕事をしてるんだからね。うん、それを言われちゃうと。お説教は後ですよ、アイちゃん。もうすぐご飯できるですから、二人とも手を洗ってきてほしいです。はーい、ご飯だご飯だ。この二人は IF さんとコンパさん、お姉ちゃんの親友で、二人ともほとんどプラネティウムの教会に住み込んでます。もちろん私もすごく仲良くしてもらってます。 IF さんは国の情報部員をしています。すごくしっかりした人で、お姉ちゃんも私もよく叱られてます。でもどんなに怒っててもどこか優しいっていうか甘いっていうか、そんな人です。コンパさんはナースとして働いている上、お仕事の後は教会の家事全般までやってくれてます。私はそっちの方は全然お手伝いできないんで、申し訳なく思ってるんですけど。あ、ご飯ができたみたいなんで、今日はこの辺で失礼しますね。おいしい。コンパってば、また腕を上げたね。ネプネプに喜んでもらうために頑張ってるですよ。で、どうだったの？久しぶりの仕事は。ちょっと体がなまってましたけど、特に問題なく、なんとか。他の国に遊びに行ってサボったりしてませんでしたよね。ギク、そんなことしてないよ。いやだな、インスンってば。本当わかりやすいリアクションするわね、あんたは。あの、でもお仕事もちゃんとしてきましたし、あ、そうだ、市民団体の代表の人にも会ってきましたよ。市民団体ね。細々と活動してるって情報はよく耳にするけど。困った人たちなんですか？まだ気にするほどじゃないわよ。人数も少ないし、非合法な活動をしているわけでもなし、せいぜいビラを配ったり街頭演説してるくらいのものだもの。はい、代表の人もなんていうか大丈夫なのって感じの人でした。ちゃんもこう言ってるし、インスンが気にしすぎなんだって。そういう人たちが現れること自体が問題なんです。それもこれもネプテューヌさんの女神としての姿勢が。ネプ、ヤブヘビだった。ダメですよ、お説教なんかしたらご飯が美味しくなくなっちゃうです。そうですね、とにかく明日からも継続して女神としてのお仕事に励んでくださいね。明日も？今日頑張って働いたんだし、明日は休んでもいいですね。はい。女神にびっくりして逃げて迷子になるなんて、なんで私こんなにダメダメなんだろう。正しい条例で規制して女神がいなくても誰もが大丈夫になるようにしたいだけなのに、なのに人は全然集まってくれないし、たまに何人か集まっても全然言うこと聞いてくれないし、もうやめちゃおう。こんなダメダメな私が女神に逆らうような真似をするなんて。おお、やっと見つけたぜ。10日くらい迷子になっちまった。あいつのこと笑えねえな。しかし本当にうじうじしてやがんな。いじけ方まで向こうとそっくり同じだもんな。
誰？色に決まってんだろ。おい、どっち見てんだよ。ここって…ああ、私、いよいよ持ってダメだわ。幻聴じゃねえって。ほら、ちゃんとこっち見ろって。そんなこと言って、さっきからどこにもいないじゃないですか。たく、グズグズしてるとこも一緒かよ。めんどくせえな。ちっちゃい子が空に浮いて…うっ、びっくりした。大声出すんじゃねえよ。ごめんなさい。おかしい、こんなちっちゃい人。あ、私ますます持ってダメだわ。ついに幻覚まで見えて。幻覚でもねえよ。いいから人の話を聞け。はい。そうに決まってんだろ。向こうのやつに頼まれてわざわざ来てやったんだ。ありがたく思えよな。はあ、向こうので、こいつは届け物だ。向こうはもう使わねえからお前にくれてやるってよ。ほら、はあ、わざわざご丁寧に。って、なんですかこの真っ黒い塊は。いちいち質問してくんじゃねえよ、めんどくせえ。いいから黙って食え。食えって、どう見ても食べ物じゃないですよね。いりません。私全然お腹空いてないですから。食えっつったら食えばいいんだよ。ほらほらほら。やだ、そんな無理やり押し付けといて。もっと口開けやがれ。一気に押し込んでやる。ようやく全部入ったぜ。おい、どうだよ。おい、気分はどうだって聞いてんだろ。は？何泡吹いて、もしかして気絶したのか。はあ、しょうがねえな。は、でも知らねえうちにってのも案外面白いかもな。よし、このままほっぽっとくか。あれれ、私寝てた。迷子になったまま疲れて寝ちゃうって。私どれだけダメなんだろう。なんだろう。早く帰ろう。帰って